皆さん、おはこんばんちは、クレコです。ではね、早速アイモをやっていきます。ちょっと今日は夜なのでちょっと小声になりますね。はい、ではちょっとね、今日は小声でやっていきますんで、ごめんなさい。で、やっとね、鎧が完成するんで、ちょっとそれをね、見ていきましょう。ちょっとこいつをコアにしてやりたいんで、最近あまり愛もやってないな。すいません、なんかアイムを見たいという方、本当にすいませんね。ちょっとこっちか、ちょっとこのキャラに渡して、ちょっと今からちょっとコアにしたいと思います。よいしょ、コアが完成しました。コツをちょっと打っちゃおう。まあね、まだ全然売れないですね。もうダメですね。誰か買ってくれる人いたら募集してます。隙間があればいいな。ちょっと待ってて、まあイベントをやった結果これですね。ではね、早速作っていきたいと思いますんで、素材をぶっこみます。もう残骸がすごいですね。これもう残骸がやばいです。よし、いや全部入るかな。これオッケーかな。あ、だいぶすいたね。いや、だいぶね、なくなりました。よし。よし、これで作れます。じゃあ、作っていきますね。せーの。よし、完成した。おお。いいですね。チャージ姿。いや、チャージ姿じゃない。このチャージはいらんわ。どこにいるよ。いや、ここでいいや。ちょっとこの辺はいらんわ。刀じゃない。この辺いらんな、マジでいらねえな。やっつけちゃえ。そっか、これ変なメールとか来たら全部バレるんですね。よし、あ、これをこう移して、こう移して、こう移して、あ、でもこれもいらねえな。もえいえい、
こんなところでしょうか。はい、無事に完成いたしました。いいでしょうか。ちょっと夜の方が白いですね。いや、体力も982になりましたね。いや、良かったです。この4か引く早田くんがね、あの戦士のね、あの甲子園持ってるんですよ。帽子か、すごいいいもの持ってるんで、いやすごい羨ましいですね。いやせっかくならちょっと街繰り出しますか。じゃあちょっと亀いるか探します。こんな都合よく亀いないんですけど。なんかいた。レベルはねちょっとずつやってます。ちょっといろいろとやることがあって、レベル上げまではちょっと至らないんですよね。いややっぱりねえな。なんかいた。いやあれは土木作業員ですね、あれは。その都合よくいねえよな、やっぱり。多分これ日本人です。すみません、たくさんあります、ごめんなさい。超時給要塞、じゃあさよなら。超時給要塞ってのはどんな、なんの、なんかのゲームか。ここつまんねえな。いや、あ、今ね、やっぱりね、誰もいないんで、ほとんど。お、特徴いた。違う。ハイダーモデラー。いや、ここにも本当は亀出るんですけど、まあほとんど見たことないですね。メンテナンスエリア出てくるみたいなんですけど、いや本当見ないですね。ちょっと待って、そうですね、あまり見ないんで。こいつとかも弱いんだよな。これ30レベルか。金少な。これをサブレが買うみたいなんですけど、どうなんですかね、ちょっとわかんないですけど。プレミアムメンバーチケットは、まあ、何かまたキャラ作ったりとかするときとかね、なんか使えるかなと思って、一応持ってます。売ってたんで。
のね、金集めの仕方はレアモンスターを倒すってだけです。あー出ない。なんかね、こう動画撮ってる時にレアなものが出たらね、すごいまあいい動画になるんですけど、まあそんな簡単にねうまくいくもんじゃないですからね。これに赤狐がいるかな、いた。出る、出ないよな。お？ウォーロードか、おお、すげえ、ウォーロード出るんだ。まだ頑張ってるけどね。まだ頑張ってますけど。はい。っていうか、あれってレベル低くてもできると思うんですけど、その、防具イベントボックス。使わないですよね。43の装備とか使わないっていう話ですよ。から何なんだろう、出たのは。いやー、ここのレベル上げは懐かしいっすね。自分が25レベルぐらいの時かな。その時はね、賑わってたんで、すごい人いっぱいいたんですよ。だから、レベル上げここでできなかったんですよ、人多すぎて。いない、いない、いない。衣装が出たんで、早速50万で売れたんで、やっぱり武器衣装を集める方が金集めになりますね。やっぱり一番は、やられてっかな。いた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 、だぜ。ギルメンで、そしたら何もレアモンが出ねえっつったんですよ。要するに紫とか出ないって言って、多分もう出ない仕様になってます。
出ないですね、多分。その、あの様子だと。さっきもウォーロードカブトが、こう、何リア、リア扱いになってるんで、普通だったら、ね、青とか紫がなんか、こう、リア扱いになってもらうかなと思って。今回何も出ませんね。よし、熱いさばきまーす。できまーす。なんかいる。水晶。誰だ。誰もいねえんだよな。でも敵しかいない。光で。おいた。何もなしですね。いねえな。とまあこんな感じで、ね、なんもない動画ですけど、うん、たもう武器ボックス、ウォーグボックスからはもう多分出ないですね。もう古代の棒みたいな、うん、だどう考えてもあれで出ちゃえばもう元取れちゃいますからね。だから僕はもうあれはもうやる必要はないかなと思います。だからもう僕はやんないですね。まあ何もともあれ、一応頭と防具がね完成したんでね、とりあえず良かったです。じゃあね、この辺で終わっていきますんで、はい、ご視聴ありがとうございました。まあ今後ね、どんなね、アイムの動画をあげようかなって悩んでるんですけど、まあリクエストありましたらね、コメントに書いてください。アイムでなんか、今できるものはやりたいんで、はい。またコメントください。じゃあこの辺で終わっていきまーす。さよなら。